皆さんこんにちは、三上スピカです。今回はですね、じゃーん、こちらです。ザラさんでちょっと久々にお買い物をしてみました。ちょこちょこねお洋服も買ったりとかしてよく着ていたんですけども、最近ね私自身が日本製のお洋服とか日本のものに惹かれるようになってからちょっとね遠のいてたんですよね。ザラさん YouTube 見てるとたくさんザラさんの購入品が出てくるので、私も行きたいってなってお店に行ってきたっていうのがまあ先日なんですけども、気になってた商品をね何個か見たり試着したりとかして、作りとかすごい厳しめに見ちゃってたところがあって、狙っていった商品は買わなかったんですよね。なんですけど店内をねいろいろ見ていたら見つけました。出会えたのでときめきが大きかったんですよね。買う予定じゃなかったものなんだけどすっごい気に入ってしまって、今日はそちらをご紹介したいと思います。前置きが長くなりましたがぜひご覧ください。1個はお店で見たものだったんですけど、もう1個はねちょっとネットで見ててお店にはなかった商品だったんですよね。で今初めましてで、その商品を見た瞬間にうひょーってなりました。その2点がお店で一目惚れしたのがこの子です。スカートですね。ベージュみたいな優しい色のスカートで、これね生地がスエード生地になってて、このボタンがゴールドで可愛いんですけど、裾がね平ってしたデザインになってる、まあ、A ラインのロングスカート、生地がちょっとストレッチも効いてて、これはね本当にお値打ちなんじゃないかなって私は思っています。お値段が、ね、5900円ですね。ちょっとこれも着てみますね。もう一個がニットなんですけど、それがこちらです。ここがね一個一個パールのボタン、フェイクパールのボタンになっていて、ボタンもね取れるっぽいですね。取れるみたいな感じ。じゃこの生地めっちゃ好きなやつでした。薄くもないし分厚すぎてもないし、このニットがこれ3900円。今からこの2点をコーディネートして着てみたいと思います。ひゃーん、着てみました。なんかもうめちゃめちゃ可愛いんです。自分で言うけどこの服がまずこんな感じです。スカートがねひらひらってしてて、やっぱ A ラインなのですごいねスッと綺麗にね見せてくれます。ちょっとタグ出ちゃって、こんな感じ。ポケットがついてる、ボタンがアクセントになっていいですね。ペチンってはめる感じのタイプの、サイズ感もちょうどいい。ヒップラインも綺麗に、なんかヒラヒラしてるとくるくる回りたくなっちゃいます。そしてトップスがめっちゃ体勢がすごい。これもねすごい結構ストレッチが効いてるタイプのニットになっていて、隙間がねセクシーな感じなんですよね。めっちゃ可愛くないですかこのデザイン。着た瞬間にもわーって発狂しちゃいました。可愛すぎて。そう、あこれ3990円でした。さっきちょっと値段間違えちゃった。インしてきても分厚すぎないのでスッと綺麗にスカートの中に収まってくれます。はあ、かわいい、やばい、はあ、かわいい、買ってよかった。興奮冷めやらぬですけども、これすっごいおすすめです。ちょっと前の商品なのかな、新作じゃないんかな、もしかしたら。だいぶ売れてて、ネットでも黒は S サイズしか私が見た時はなかったんですよね。あと赤っぽい色があって、えんじかな、2色展開がありました。でこのスカートは1色でした。すごくねいい商品に出会えたなって思っております。服の数とかもめちゃめちゃ多いので、ショップに行くと、私特に優柔不断だから気づいたら夕暮れみたいなこともよくあるんですけど、ショッピングはね楽しいなって思いますね。今回はちょっとザラさんの私の最近見つけたお宝お値打ちアイテムをご紹介しました。皆さんもショップやウェブショップ見てみてください。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。またね。
実はね、今年私パールのものを集めているんですよね。パールのもの、先日ちょっとネックレスを新調して、パールのネックレスをね、いろんなお店回って試着して、本当に心躍るときめくこの子だっていう子に出会うまでちょっと買わないぞと思って探し歩いてて出会った子なんですけども、このニットもねパールがついてて、ネットで見てたからどんなものが来るんだろうって分かんなかったけど、パールっていいですよね。そしてじゃん、この子ね、ずっと欲しかったんですよね。もうちょっとなんかこのふさふさだけだったらちょっとなんかインパクトないなと思って、そしたらね、この子めっちゃいい感じじゃないですか。存在感もあるし、お部屋が華やかになったっていうキャンディでーすおまけでした。